この週末も雨が断続的に降りそうです。はい、雨雲の予想を見ていきましょう。明日土曜日、日付が変わったタイミングから動かしてみていきます。だんだんと西から次の雨雲がやってくる予想で、はい、明日の明け方頃雨雲活発な雨雲がかかってきます。はい、雷を伴って激しい雨の降る時間があるでしょう。さらに動かしてみていきます。はい、8時、9時、10時、11時と活発な雨雲一旦抜ける予想ですが、えー 県内では雨が降ったり止んだりという状況が続く予想です,そ,です、ね、そして日曜日になると日付が変わったタイミングでさらに活発な雨雲が発生すると予想されていますこのタイミングは深夜ですのでこの時間は雨の降り方に注意が必要です<っ>さらに動かして見ていきますと明後日日曜日の早朝そして朝 次の活発な雨雲が予想されていてこのタイミングで非常に激しい雨の降る恐れがあります色がちょっと違いますもんね、はい、でこの雨がね、このタイミングでまだ終わらないんですね、えー、さらに動かしてみていきましょうあさって日曜日の11時正午1時2時3時4時5時活発な雨雲一旦抜けるように見えるんですが、えー、また夜に南部などに活発な雨雲予想されています、えー、はい 断続的に激しい雨や非常に激しい雨、降ったり止んだりとなる恐れがあります。うんはい、週末は情報を得る機会が減ってしまいますので、いつもよりも積極的にニュースを見るなどして、うん、気象情報に注意する週末にしてください。はい